スタジアムはすでに大歓声に包まれています。ドイチェバンクパークへようこそ。解説には福西崇史さんをお迎えしました。ブンデスリーガの最終戦、これは滅多に見られない試合になりそうですね。どちらのチームにとってもいろいろなことがあったシーズンでした。これが最後の試合ですし、しっかり締めるという意味では勝利して終えたいでしょうね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。これは一般的な 5-3-2 です。ボールを奪った時どれだけ前に出られるかがポイントですね。いよいよキックオフですね。サポーターと一緒に試合を楽しみましょう。フランクフルトのキックオフです。タッチを割ってスローイン、スローインで相手に渡してしまいました。何かあったんでしょうか。ボールを失いました。これは見事なパスカットです。頭越しにパスを送った。攻守の切り替えが大事です。何かしてきそうですが、打ってきましたが大きく外れてしまっています。監督も思わず頭を抱えています。リードするチャンスでしたからね。ボールは外に出ました。スローインです。ゴール前、期待も高まります。入れば1点リード。タックルで防いだ。まだピンチは続いています。いい位置でカットした。アミン・ユネス、マルコ・アルナウトビッチ、ここはよくスペースが見えていました。ここはシュートチャンス、ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。リードしたことで監督の表情も明るくなりましたね。早速選手に何か伝えていますよ。このボールはタッチを割ります。スローインです。
Blenden Sie hinter die Kulissen. Erleben Sie eine Führung durch unser Stadion mit einer echten Vereinigung. Marco Arnautovic. Infos gibt es auf der Internetseite. Vielen Dank.相手ボールになりました。走り込んだ味方にスルーパス。チャンスにできるか。仕掛けてくるのか。アンドレ・シューバ、いいカットです。ボールを奪いました。ディフェンダーのインターセプト。おっと、ボールを失いました。しっかりボールをキープしています。見事なタックルです。フランクフルトですが、あまりボールに触れていないようです。ビッグチャンスだ。アミン・ユネス。絶好のチャンスである1対1でしたが、決定力が足りません。そうですね、あそこで決められないのはかなりもったいないですよ。スライディングタックル。試合の途中ですが、他会場でスコアに動きがあったようです。はい、最初のゴールがヘルタベルリンに生まれました。現在スコアは1対0、時間は36分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。タックルでボールは外に出ました。相手のスローインです。さあ、スローインでの再開です。相手陣内でインターセプト。ここで抜けたのは大きい。ああ、PK ですね。これを決められてしまうと1点リードを失います。 PK の判定、レッドカードです。思わずやってしまったという感じでしたね。レッドはちょっと厳しい感じもします。PK を止めた。止めました。蹴る前に相手に何かつぶやいていましたが、その時点で余裕がありましたね。ペナルティを鮮やかに。セーブしました。よく止めました。ファインセーブです。フレッシュな選手の投入です。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。ここからどうするのか。ボールを奪い返しました。コーナーキックの判定です。コーナーキックが入ります。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。フリードリヒ、何をしてくるのか。素晴らしいタックルです。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。
さあ後半キックオフです。うまく攻撃の流れを読んだ上でのインターセプトでしょうか。ここでなんとかボールに寄せてきました。見事なロブパス。中を確認したい。ボールは誰にも触れることなく外へ。ゴールキックです。リプレイをどうぞ。あそこで止めたのは大きいですよ。フィリップ・コスティッチ。危険なエリアです。フランクフルトのチャンスになりますか。いい位置です。このパスは鮮やか。狙える位置です。シュート。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。エリック・ドゥルム。サイドへパス。横に展開してきます。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中の選手へボールが渡ります。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。この追加点は監督も嬉しいでしょうね。選手に何か声をかけていますよ。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。ここはよくスペースが見えていました。ボールを失います。アンドレッシュ、キーパーと1対1。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。キーパーが止めました。続けてセーブしています。乗ってますね。かなり調子が上がってきてるようです。さてここでスタジオから情報が入ってきました。レッドブルアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがバイエルンに生まれました。現在スコアは1対0。時間は64分を過ぎたところです。はい、どうもありがとうございました。また動きがあれば報告をお願いします。カウンターを狙います。上がっていけるか。このまま行きたい。素早い攻撃から素晴らしいゴールです。相手は常にカウンターを警戒しておくべきでしたね。うまく引き込まれてしまいました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ボールは相手に渡ります。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ジグナルイドゥナパルクで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがドルトムントに生まれました。現在スコアは1対0。時間は73分を過ぎたところです。ありがとうございます。
以上高い上最高のボールが出た。これは見事なタックル。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。素晴らしいタックルです。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。ドリブルで運びます。ファールを取りません。流しましたか。さあどうする。ボールがこぼれました。クリアできるか。ちゃんとついていませんね。レフェリーはアドバンテージを見ています。これはチャンス。キーパーがキャッチします。セバスティアン・ローデ。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。力強いシュートでしたが、これは浮いてしまいました。クロスバーのわずかに上でしたね。もう少し抑えて打ってもよかったんじゃないでしょうか。ゲームを作るパス、またまた通ります。ゴール前に入ってきました。いいクロスが中に入った。このボールは相手にクリアされました。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。これはコーナーキックです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ボールが中央へ向かう。押し込みたい。試合終盤となりましたが、未だゴールを許していません。はい、後半になっても守備陣の集中は切れていませんね。ゴール。ボールがネットを揺らしました。相手ディフェンスをかわして最後はきっちり決めました。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。追加点を挙げたことで監督も嬉しそうです。作戦がぴったりはまったようですね。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はホームチームが勝利しました。要所をうまく抑えゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。